エレキギターはアコースティックギターと比べて大きな違いがいろいろとありますまずは弦が一般に細いということが挙げられますもちろんエレキギターでぶっとい弦を張っている人もいるんですが概ねだいたい細い弦を張っていることが多いんですねあとですねアコースティックギターはボディそのもので大きい音を出す必要があるので ボディが大きいんですがエレキギターはその必要がないので概ね小さいですまあ小さいとは言っても中に若干の空洞を持ったエレキギターなんていうのもあったりしますそして、えー、最大の違いはエレキギターはここから発する音が楽器の音ではないということですエレキギターで弦を弾いてピックアップで音を拾ってそしてギターアンプから音が出る ここが、えー、楽器の音と言えるわけなのでエレキギターという楽器はエレキの本体だけで、えー、楽器というわけではなくてギターアンプまで含めて一つの楽器、えー、そのように、えー、捉えて考えていくのがいいかと思います。